ルイちゃん、待て。いいな、もう疲れた、教室も疲れたかな、散々遊んだからね、疲れたね。じゃあおしまいするよ、おしまい、今日はね。おう、ご飯だよ、もう行く、いい。ルちゃん、もう一回。埋めちゃダメだよ、ベルちゃん。あ、しちゃった。もう来た。もういいの。ちょっと手持ち無沙汰だよね、一番遊びたい時期だからね、まだ 2,3 年はね、ベルね、それで遊び行きゃ怒られるよね。大丈夫だ、うん、ベルが悪いわけじゃないからね、そうそう、いじめてるわけでもないしね。そうそう、アランたちもな、もうちょっと若い、そうそう、アランがあと 2,3 年で若い、そうだね、パパのようなね、だってさ、砂場掘りなさい、砂場を。お父さんが作業やってるから手伝ってんだ、ベルも。木の根がこうやっていっぱい出てきてるんだな。土があれか、だんだん薄くなっちゃうのか、強度がなくなっちゃうのか、それとも根っこが太くなって、ああ出てきてるかね、やっぱ雨風で氷土が削られてんじゃないの。そうだな、うん、なんとなくこう平らになってきてるな、うん、今日また設定間違えて裏庭が上がっちゃった。ああ、そう、うん、昨日夜中に寝ぼけながらやってたから。ベルもご飯だから落ち行きな。ちょうど雨だからこう落ち着いたね。うん。そうだね。綺麗だわ。綺麗になったし。うん。昨日の落ち葉だらけでさ、どうするかなと思ってたんだよ。うん、そしたら雨降ったから。